6位でこのゲームを迎えた磐田と、まあ、暫定的に16位で迎えた湘南。まず21分のシーン、ショートコーナーからのクロスにファーで川又。まあ、これもね右足になってしまいますけども、でもこういうところに来るという川又にやっぱりシュートチャンスが来ますよね。38分松浦のスルーパスから山田。41分は湘南、高い位置でこれも、まあ、ボールを引っ掛けたところから野田のシュート、ポスト田口のところですよね、はい、最後は斉藤のヘッドでした。前半は0対0で折り返します。62分ゴール、まあ、非常に近いところからのフリーキック、田口が蹴りました、はい、岡本のブロックですね、はい、でこれも岡本ですよね。71分、中盤作って左から杉岡のクロス、そこで走り込んだニア、岡本のシュート、クロスバー、この球は岡本、そう、岡本はカットしてスローのこうデュエルで負けないで展開したところから自分もゴール前入っていって、で前で潰れる、で野田体投げ出す、すごいですよ本当にこのゴール。で野田のヘディング難しいんですよね、浮き上がりのボールなので、本当になんか気持ちと押し込んでやるっていうね、それは感じますね。しかもこれ相手の足出てきても見えてたでしょうからね、結構勇気も必要だったと思いますが、野田のゴールで湘南は71分に先制。73分たまらず中村俊輔投入。76分です、川又起点、上原のミドル、まあ、いいシュートでしたし、はい、秋元の判断も良かったと思いますよね、確実にね、はい、終盤は相手を押し込む形で気迫を見せた磐田でしたけれども、追いつくことができず。